2023年6月28日、新徒説教者演習。今日のテーマはああ、タイトル、我を忘れても神を忘れるな。先日、大垣ルーテル教会、これはプロテスタントのキリスト教会で僕が洗礼を受けたところなんですが、ああそこで、 神徒説教、神徒が説教するということなんですけれども、そこの神徒説教の講座を僕は受けて聖書の勉強してるんですけれども、そこの演習、実技で礼拝用のための説教原稿を書きましょうという、そういう講義がありました。で、そこで、ええ20分程度の お講座、説教原稿を書きました。で、今日はその原稿を読むということです。はじめに、今日を該当する聖書を拝読します。今日の聖書は、マタイによる福音書、10章、24節から39節。 9節です弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは主人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族のものはもっとひどく言われることだろう。 人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。 むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽の雀が1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪,も髪の毛までも一本残らず数えられている。 だから恐れるな。あなた方はたくさんのズメよりもはるかに勝っている。だから、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし、人々の前で 私を知らないというものは、私も天の父の前でその人を知らないという。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。 人をその父に、娘を母に、嫁を姑に。こうして自分の家族のものが敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も,も私にふさわしくない。 また、十字架の自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。今日の福音は以上です。聖書の拝読を終わります。 それではここからはああ説教の本文に入ります。本日の説教タイトルは我を忘れても神を忘れるな。今日の聖書の福音から信じることを行うとき人を見ないで神の御心にかなうかを意識しましょうという話をします。 人から迫害されても神を信じ、人を恐れるのではなく神を恐れよという話です。今日の福音の箇所は、イエス様が宣教と伝道についての心構えをお伝えになったところです。ここまでの聖書の流れを少し振り返りましょう。マタイによる福音書10章に入ると、 イエス様は十二使徒を選び任命しました。五説から派遣にあたっての指示が使徒たちに与えられます。二人で組んで選挙すること、理解者、協力者のところに留まることなどでした。そしてイエス様は迫害されることを前提として行動せよ。 お示しになりました。蛇のように里食う、鳩のように素直でありなさいとおっしゃっております。さて、それでは本日の福音の箇所です。イエス様は選挙にあたって迫害されることを前提とした四つの指示と三つの警告を発しておられます。 まず、四つの指示とは、次のようなものです。一、使徒たちはイエス様と同じように人々から迫害されることを受け入れよう、ということです。弟子は死のように、もべは主人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブル、これは 悪魔の意味ですが、ベルゼブルと言われるのなら、その家族のものはもっとひどく言われることだろうということです。二、使徒たちは人を恐れるな、人々を恐れてはならないとあります。三、宣教するとき、 人を恐れず神を恐れなさい。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。と、ある通りです。4. 神は宣教する者を見守っておられます。庭で1アサリオン。アサリオンというのは通貨の中の最小単位だそうです。 アサリオンで売られているスズメでさえも神様に守られていますそのことを信じなさいというそういうイエス様の指示ですイエス様からの3つの警告とは次のようなものです1イエス様を宣教することで人と対立する場合がある という警告ですえ本日の福音で私は敵対するために来たからであるとありますかなり驚く内容ですが周囲に反対され迫害されても神に祝福される仕事や行動というのは現実にありますこれは後ほどまた詳しくお話をいたします 2. 家族よりもイエス様を優先することは大切であり、その時には自分の十字架を背負ってイエス様に従わなければならないという警告です。3. 自分のために命を失うのではなく、イエス様のために命を失えという警告です。 え今日の福音の箇所をざっとまとめますと、改めてまとめると、神を述べ伝えるとき、人々との対立を恐れてはならない。迫害を恐れてはならない。ただし常に神の御心に従っていなさい。ということです。さて、 そこで私たち信徒にとって神を述べ伝えることとは何かを考えてみましょう。ルーテル教会、マルチンルターが提唱したものは万人祭祀、それえすべての人がああ祭祀ということを言います。私たち信徒がする神を述べ伝えることとは それぞれの賜物を生かし、神の御心に従って、えー、それぞれ神様に与えてられ、与えられている仕事を,をすることが神に使えるということです。神様の与えてくださる仕事の最も大きな仕事というのは、生きるということですが、今日は もうちょっと範囲を狭めましょうでは今日の箇所のように今日の箇所のような周囲に反対され迫害されても神に祝福される職業仕事というものはあるのでしょうか実は意外と多いし結構身近にもあります この周囲に反対され迫害されても神に祝福される仕事を AI えこれは今回はビングを使いああビングそうですねビングではなくて Google のバードを使いましたがあそれで AI で調べてみると次のような仕事がリストアップされます 想像している以上に多岐にわたっています。A.1. 貧しい人や困っている人を助ける仕事。主に、福祉職ですとか、医療従事者。2. 平和のために働く仕事。外交官ですとか、政治家ですとか、あ難民救援活動ですとか。3. 人権を守る仕事。弁護士ですとか人権活動家ですとか人権 NGO ですとかがこれにあたります。4. 環境を保護する仕事。環境保護,保護活動家などがそうですね。5. 正義のために戦う仕事お。ここで挙げられる例としては、警察官、 検察官、裁判官、自衛官などなどです。これら挙げに挙げた例のうち、福祉職というのは、周囲に反対され、迫害されてもとは無縁に思えますが、ですが、意外と身近にあるものです。岐阜県樽町で、えー 運営されている、歩みの家、福祉法人の歩みの家が、歩みの家が、歩みの家が50年ほど前に創設された当初、資金集めにとても苦労したそうです。設立者のジョン・ボーマン先生、選挙士が、あ資材を投げ打っていた時期があったということで、最初の頃ね、 えー、その奥様ミセス・ボンマンがあの頃は本当に大変だったと思い返して言っておられたことを思い出しますやはり同じく福祉職薬物依存症リハビリテーションセンターのダルクは全国にあります。ただ覚醒剤やタイマーなどの 依存症の治療を終え、社会復帰のためのリハビリをするという、そういう施設の性格上、スタッフが活動する上でいろんなハードルがあるということです。スタッフが広報をするときに氏名や顔を表公表する場合、これは かつて違法薬物を使っていたということを公にすることでもあって、えー、ご家族から公の場で顔や名前を出すことを控えてほしいと言われるケースも少なくないということです。人が何かに熱中することを我を忘れるとも言います。 こうした周囲に反対される職業のうちよくやらかしてしまう。そういう職業では、そういう職業としては芸術系の職業があります。画家や音楽家の場合、家庭を顧みずに没頭する例はとてもよく見かけます。芸のためなら女房も泣かす。 という演歌が昔ありました。落語家の三遊亭春団寺のことを歌にして物語ったものです。例えば、文豪太座よさは、妻や愛人を何人も自殺に追いやったとされています。しかしその一方で、彼は人間の心の闇を 鋭く描いた作品を残し、残し戦後日本文学に大きな影響を与えました。文豪、三島幸夫は晩年政治思想に熱中し、自衛隊の市ヶ谷駐屯地に乱入し、クーデクターを先導しましたが、失敗し、滑覆自殺をしました。しかし、 彼の作品は今なお読み継がれています。ちなみに小説家の場合新人賞を受賞してプロとしてデビューできるのは独学をしている場合でおおむね数百人に一人ぐらいです。音楽家や画家に比べるとプラになるのは比較的簡単ですがその一方 音楽家や画家のような趣,趣味でたしなむことができればが、極端に少なくなく、少なく、極端に少なく、プロか全く読まれないか、そのほぼ二つしか選択肢がないことが特徴です。小説家の場合、新人賞を受賞して、 プロでデビューした時おおむね9割がデビュー2作目を出せずに廃業します飲食業は開業5年で9割が廃業するそうですが小説家の場合税務署に青色申告の開業届を出す前に廃業を強いられるので廃業率の統計はありませんこの数年 あまり見かけなくなりましたが、以前は私の小説講座を受講する中で、小説家を目指して会社を辞め、小説の執筆だけをして数十年という小説家志望者がよくいました。それがいいことか悪いことかは私にはわかりません。ただ、こうしたケースの受講生には、 まず定職について収入と社会生活を確保しましょうとお提案するようにしてはいます。さてあなたは何かに熱中したことや我を忘れて何かに夢中になったことはありませんか 面白い本を読む。面白い映画を見る。ゲームをやる。絵を描く。どんなことでも構いません。食事を忘れ、眠ることを忘れ、熱中したことはありませんかイエス様は、私が来たのは地上に平和を もたらすためだと思ってはならない。平和ではなく、剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。と言っておられます。何かに熱中するあまり、家族を二の次にすること、時には自,の自分の命さえ顧りないことを、 をイエス様は、決して否定しておられるわけではありません。ただし、イエス様は、誰のために熱中するのかを忘れるな、と言っておられます。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。 つまり、何かに熱中し、我を忘れることがあっても、神様のために熱中しているのを忘れてはならない、と言っておられます。繰り返します。最も重要なことは、神様の御心に従っていることかどうかです。 イエス様は世の罪を背負って十字架で死なれました。自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくないと言われました。あなたの背負っている十字架はどんなものでしょうか 他人を顧みずに何かに熱中するとき、人はしばしば自分に良い神様を忘れます。何かに熱中するとき、それが自分のためではなく神のためであることを忘れるのはイエス様の弟子にふさわしくないということが今日の福音で言われていることです。 そして、さらに重要なことがあります。恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている、とイエス様はおっしゃっておられます。また、自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者は かえってそれを得るのであるとも言っておられます。何かをなそうとするとき、自らを信じて何かに進むとき、神様の御心にかなっているのであれば、神様は守り与えてくださいます。祈りましょう。 天の地なる神よ、常に神に、常に神を忘れないように、常に神様を忘れないように何、何を行うんにせよ、うん。我を忘れても、神を忘れないように、守り、助け、見守ってください。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。 というところで、え説教講義の、えー、説教講義の原稿を読んだ原稿の読み上げを終わります。ではでは、失礼します。